高知県立坂本龍馬記念館は、高知県高知市にある博物館。1991年11月に開館。高知出身の幕末の志士、坂本龍馬をテーマにした博物館。桂浜から近く、屋上や2階奥のフロアからは、太平洋を一望することができる。常設展示では龍馬が設立に関わった、海援隊役期など龍馬の思想が現れたものや、龍馬が兄や姉、坂本乙女に宛てた手紙などが展示されている。他には、暗殺2日前に書かれた、陸奥宗光宛ての書簡、池田屋事件で死亡した、同郷、所山我義郎の自害前の調書など、2018年4月21日に、新館の新設と本館を全面改装し、リニューアルオープンした。坂本龍馬、高知県立歴史民俗資料館所蔵現在、この記念館では龍馬が、寺田屋事件で襲撃を受けた際に実際に使用したと、されるものと同型の拳銃を展示しているが、展示当初には、若干のトラブルが発生した。2010年8月中旬、愛媛県松山市の男性から銃の寄贈を受け、記念館で展示を開始したが、高知県警から銃刀法違反の疑いがあるとの指摘を受け、わずか1週間展示したのみで撤去された。同年9月、同館の職員が数名ほど、県の委嘱員となる形で、銃刀法の問題を解決し、展示は再開されている。ありがとうございます。